1800年アメリカ合衆国大統領選挙は、1800年10月31日から12月6日にかけて施行されたアメリカ合衆国の大統領、及び副大統領を選出する選挙である。時として、1800年の革命とも呼ばれ、トーマス・ジェファーソンが、ジョン・アダムズを破った選挙である。この結果で、民主共和党が支配する時代となり、連邦党の時代は終わりを告げた。 この選挙はアメリカが州国憲法にもともとあった欠陥を露呈した。選挙人団になった人々は大統領にのみ投票を知った。副大統領はこの選挙で辞典となったものとされていた。民主共和党はジェファーソンに対する投票は計画通りだったがアーロンバーのことは考えておらず、これが手抜かりとなり、ジェファーソンとバーの投票結果が同点になった。選挙の行方は 連邦党の優勢な会員の手に握られることになった。連邦党員の大半はジェファーソンが大統領になることを阻止するためにバーに投票し、その結果は1週間に及ぶ行き詰まりとなった。連邦党のアレクサンダー・ハミルトンはバーよりもジェファーソンを好んでおり、ジェファーソンのために就票に動き、これでジェファーソンが大統領になった。このハミルトンの行動は1804年に、 バートの決闘を引き起こし、ハミルトンはその時に死んだ。ジェファーソンの勝利は、当時としてアメリカで最も辛辣な大統領選を終わらせた。1804年にアメリカ合衆国憲法修正第12条が批准された。この修正では、選挙人は大統領と副大統領の候補をはっきりと区別して投票することとなった。 両陣営の党員は見つけられる利点なら何でも探し求めた。いくつかの州では望ましい結果を得るために選挙のやり方を変えることも言った。ジョージア州では民主共和党の議員が一般選挙に変えて州議会による選出とした。連邦党の議員もマサチューセッツ州とニューハンプシャー州で同じことをした。ペンシルベニア州も議会による選出に変えたが、 その結果はほとんど同数の選挙人を選ぶということになった。バージニア州は選挙区ごとの選挙人選出という方法を総取り方式に変え、連邦党の一内市二票が民主共和党に流れることになった。1800年の大統領選挙は1796年の選挙の再現となった。選挙運動は両陣営の中傷や個人攻撃で辛辣な性格となった。 連邦党は民主共和党がその敵を殺し、教会を焼き、国を滅ぼす、急進派であるという噂を流した。1798年連邦党のジョージ・ワシントンは民主党の原則を変えると同じくらい、容易に黒人をこすって、白くできるかもしれない。この国の政府を転覆させるには何もしなくても、良いだろう。と不平を漏らした。一方で、 民主共和党は連邦党が外国人治安処方で共和制の価値を破壊していると非難した。また、反共和制の価値観を持つ貴族政治を推進するためにイギリスに味方しているとも非難した。アダムズは反対党の民主共和党からも、またハミルトンを担ぐ共和党の中の高位共和党員からも攻撃を受けた。民主共和党はアダムズの外交政策が あまりに、イギリス寄りであり、疑似戦争のために、新しい軍隊を招集して、民衆を抑圧することを恐れ、アダムズの新税に反対し、外国人、治安処方は、州の権限を犯すものとして攻撃した。公位共和党員の一派はアダムズが、中道的すぎると考えた。連邦党の指導者、アレクサンダー・ハミルトンは副大統領候補の、 アールズ・コーツ・アース・ピンクニーを大統領にしようと、格索した。ハミルトンの書いた手紙が公になり、アダムズを当惑させ、ピンクニーのために図ったハミルトンには打撃となった。1790年代の政党は、今日のような公式考量を公表しなかった。しかし、ジェファー・アーソンは1799年1月26日に、エルブリッジ・ゲリーに宛てた。 公開の手紙で声明を公表し、印刷されて広く出回った。これは、ジェファーソンの人生でも最もよく知られた政治信条になった。私は、あらゆる国との自由貿易に賛成する。政治的な結びつきは、どことも結ばない。外交的機関は、ほとんどないかあるいは無である。私は、新しい条約を結んで、ヨーロッパの紛争に入っていこうとは思わない。 ヨーロッパの均衡を保つために、虐殺の戦場に入ろうとは思わない。自由の原則に対抗する戦争に対して、国王たちと同盟を結ぼうとは思わない。私は、信教の自由に賛成し、一つの派が他に対して、法的に優越となるような操作すべてに反対する。私は、言論の自由に賛成し、力で沈黙させるような憲法侵害。 また理由もなく市民の代理の行動に対する不平や批判、公平さや不公平さを黙らせるような憲法違反に反対する。また私は科学のあらゆる分野でその進歩を奨励することに賛成し、哲学者の神聖な名前に対して叫び声を上げることや、人間の心を怖い話で怖がらせてその心に不信を生み、暗黙のうちに他人の心に入り込むようなこと。 改善点を探すために前には回らず、後ろへ進むこと、政府、宗教、道徳及び、他の科学が無知の暗闇の時代に高い、完成度にあるかのように信じること、及び我々の祖先によって打ち立てられたことよりも、完全なものは何も生み出せないと信じることに反対する。これらのことに加えて、私はフランス革命の成功を誠実に願うものであり、 自由で秩序ある共和国ができて終わることを願っている。しかし、私は我々の貿易に加えられる残虐な略奪行為に黙っているというわけではなかった。各州が選挙日を選択できたので、投票は4月から10月まで続いた。4月、バーがニューヨーク州議会で連邦党の多数をひっくり返し、民主共和党の多数を得ることに成功した。選挙人団投票では、 連邦党と民主共和党が65対65の同数となり、最後の州サウスカロライナ州が8人の民主共和党票を選んで、ジェファーソンとバーを選出することになった。アメリカ合衆国憲法の規定では、大統領選挙人は2票ずつ持っており、大統領、副大統領の区別なく投票することになっていた。過半数の票を得た者が大統領になり、 辞典の者が副大統領になることになっていた。それゆえに、連邦党は一票をジョン・ジェイに投じ、副大統領候補のピンクニーの得票がアダムズより一票だけ少なくなるようにしていた。民主共和党も同じような考え方で選挙人の一人がバーではない候補に一票を投じるつもりであったが、偶発的にそうならなかった。その結果、民主共和党の選挙人はジェファーソン ジェファーソンとバーの二人に同数の73秒を投じた。会員で臨時の選挙を行う必要が生じた。会員は1798年の選挙による勢力図であった。ジェファーソンとバーが同数で1位となり、選挙は会員に送られた。選挙人投票は1801年2月11日に開票され集計されたが、ジョージア州の選挙認定証に欠陥があることが、 分かった。選挙人はジェファーソンとバーに投じたことは明らかだったので憲法に規定される投票したすべての人を特定しそれぞれの得票数を特定するという措置が取られなかった。ジェファーソンは上院議長の役目として投票を集計していたがジョージア州の投票もジェファーソンとバーの得票としてすぐに計算に入れてしまった。 これについて異論は出なかった。エリック・カールソンですら意義を出さなかった。ジェファーソンとバーの得票総数は共に73秒で過半数であった。会員議員はジェファーソンとバーのどちらを大統領にするか州ごとに決めて投票を行った。当時は16州だったので、過半数を取るためには9州以上の支持が必要だった。ジェファーソンが大統領候補であり、 バーが副大統領候補であることは周知の事実であったが、会員は死にたいに近かった連邦党が多数派であり、党派の敵であるジェファーソンに投票することをぶった。ジェファーソンは1798年以降連邦党の宿敵であった。連邦党議員の多くがバーに投票することになり、連邦党の支配する8州のうち6つまでがバーを選んだ。 民主共和党の支配する7州はすべてジェファーソンを選んだ。ジョージア州の唯一の連邦党大議員がジェファーソンに投じたので、ジェファーソンは8州を獲得することになった。バーモント州は議員の投票が同数となり、白票を投じた。残る1州メリーランド州は5人の連邦党議員と3人の民主共和党議員だったが、連邦党議員の1人がジェファーソンに投じたので、同数となり、 白票を投じることになった。結果8対6と、両方どもが過半数級を得ないという事態になった。2月11日から2月17日まで会員では35回の投票が延々と繰り返され、毎回、ジェファーソンの獲得集は8と絶対多数に一つ、足りないままであった。ついに、混乱の中で、ハミルトンがジェファーソンは、バーと比べて、それほど危険な男ではないと言って、 ジェファーソン支持を表明した。デラウェア州の連邦党議員ジェームズ・ウェイ・バヤードとメリーランド州及びバーモント州のその同調者が、それまでのバーへの投票から白票に転じ、最終的にジェファーソンが10対4で勝った。下票は各州ごとの投票結果でありないは、ジェファーソンバー白票の数を表す。大議員の投票結果は、典型的なものを示しており、投票ごとに、 多少の変動はあった。しかし、各州の選定結果に影響はなかった。ジョージア州には2議席が割り当てられていたが、ジェームズ・ジョーンズの死去により1議席は欠員であった。サウスカロライナ州には6議席が割り当てられていたが、トマス・サムターは病気のため欠席。エーブラハム・ノットは、最初の投票と最後の投票の間サウスカロライナに帰っていたため欠席した。ありがとうございます。